おはようございます。朝です。はい、おー、やったー。うん、あ、今日は行ってもダメなのか。はーい。そして、お、おーおお、改装工事やった。そうなんだ。買取ボックスもダメか。いやー、今ちょうど営業時間外なんだけどね。はーい。おー、雨降ってる。あ、これね、昨日頑張ったんだ、シーラカンス釣ろうと思って。うん、でも釣れなかった。でも雨降ってるから今日も行けるかもしれない。あ、この音楽、おわ、トタケケがいるトタケケがいました。あ、そうだ、エイブルシスターズの移転も、おー、完了してる。これね、メニュー黒板なんだけど、メニュー黒板だから一応デザートって書いてあるんだけど、雰囲気いいじゃん。だから飾ってあります。で、たぬき商店は今日は使えるけど明日がダメ。お、ツツジの低木が育ちましたね。ちょっと暇な時に入れ替えておこう。んで、あ、ほんとだ、工事してるや。残念。そうだね、トタケケのライブ聞いてもいいけど、ここちょっとね、道を広げよっかな。4列にしてもいいと思うんだよね。と、組木の道、雨だと滑るかな。まあ、でも、レンガでも石でも滑っちゃうし、土や砂はドロドロになっちゃうから結局、同じか。お、いいなぁ。なんか、だんだん、毎日ちょっとずつだけど、間違った。理想の島になってきてる。うん、やっぱ4列の方が、違う。4列の方が見栄えがいい気がするな。んで、この道と、あの、住宅がある方の道の間のスペースを花壇にします。よし。違うんだよね。毎回、ちょっとずつずれると間違っちゃうんだけど。で、まあ、こっち側のスペースは少し空くんだけど、こっちも花壇にしてもいいし、まあ、公園作ってもいいんだけど、違います。間違えました。こっちね、公園作ってもいいし、悩むなぁ。建物は建てないようにしようかな。ここは花壇。3列か。3列かける、いくつかね。そうすると、ここ、すごい見栄えが良くなった。ちょっとライブ聞こうかな。うん。うん。お。はい。あ、そっか、6時以降に来いってか。
口笛吹いてる。なるほどね。あとは今日やることな。まあいずれちょっとマールのうちもここの道路に合わせるためにここに持っていきたいんだけど、これなんか NG だと思うんだよね。移設作業中にここ出入りできないからね。困ったな。住民はみんな寝てますね。寝てます。なんかちょっと島を一周してこようかな。これね、一応橋ができたんで道路つけて、一応これね、キャンプサイトに行く方の道とイベント広場に行く用の道をね、作りました。今ちょっとね、びっくりしたのがね、花が生えてる。自生したなって思って。うん。スネキチの船って乗れないのかな、まだ。乗れなさそうな気がする。いないかもしれないしね。いないわ。今日いない。いなかった。もう帰っちゃった。まあまたいつか来るんでしょう。んじゃあ今が何時だ ?5 時49分。どうしよっかな。まあ、とりあえず6時ぐらいまで釣りをしてシーラカンスを狙おう。あー、もう6時になってしまった。あんまりね、デカめの魚影が出てこなくて。スズキとタイだな、釣れたのは。スズキとタイですね。じゃあ6時過ぎちゃいました。お、金のなる木、センベル。ちょっと案内所行ってですね、マールの家を移動できるかどうかだけ確認したい。もしもできなかったら一旦マールの家をどっか別のところに移動させて、まあ、この辺に家建ててもいいっちゃいいんだけど、ここ厳しいと思うんだよな。ギリ行けるかどうかなんだけど、案内所行きましょう。トタケケ邪魔だな。邪魔って言っちゃいけないけど、おはようございます。どうもどうも。インフラ整備の区画整理、区画整理がしたい。住民の家、マール。まあ、とりあえず。ダメだったらお金返してもらうからね。
いいから安全でレンジに、まあ、もういずれいい。おーちくね、まあ、ね。お。おちく、ゆずくねがいます。はーい。させてくれよかったの。うん。じゃあ、ごちくんください。おい。任せて OK。おいおい。うん。お、6になったら晴れてるな。いやー、ギリダメかな。でね、一応橋からの道がこう伸びてるんで、ここの道をね、一本道にして、ちょっと寄せて、1マスぐらい寄せてですね。あー、やっぱり NG だ。そうですか。そうですよね。マール起きてますね。そして、カーテン開いてますね。まあ、起こしちゃったからね。どうしよっかな。じゃあ、とりあえず、場所なぁ。ああ、まあ、ピヌオの家の近くに作ってもいいんだけど、住民の家？まあでも結局一時退避的にどこかに作らないといけないから、そうなると、むずいなぁ。これちょっとね、2コマ、2マスずつ全部前に出すだけの作業なんだけど。そうねぇ。あるとしたらまあ、この辺、か？ちょっと考え直して、まあ、立てるんだったらここの角になっちゃうんで、そうですね、ここになっちゃうと思いますね。ないなぁ。ない、これは。ここも少し開けてた方がいいんですよ。ってなる。まあ、一時退避場所としてはここだな。ここだな。一時退避するんであれば。まあ、結果戻すんですけどね。ここも本来違うな。考え直す。ちょっと保留。保留にして、ちょっと考えておきます。悩ましいな、本当に。そうね、ちょうど被るんだよな、玄関のところな。で、この池のところも埋め立ててもいいかなって思うんだけど、ここ両サイドに家があったらちょっと窮屈だったなって思ったんで、少しスペースを空けたいんですよね。まあ、この辺に一時的に建てておいてもいいんだけど、そうするとお金かかるなぁ。ちょっと保留します。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりですかね。この辺でちょっと終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。今日がいい日でありますように、ピヌさんでした。